パーストのケイタです。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ。今回のテーマは、上げてる最中にお尻が浮いちゃう人必見。お尻を浮かさないで重量を上げる方法です。こちらですね、結構ご質問があります。かねてからですね、上げてる最中お尻浮いちゃうんだけどどうすればいいの、お尻を浮かさない何かコツだったりとか補助トレーニングだったりとか何かありますかって結構質問あるんですよね。ベンチプレス、もちろんお尻上げると重量上がってきます。今ですね、例えばこれ見てる仲間の方、お尻上げた状態でベンチプレスやってる方も非常に多いと思うんですよね。そういった方もおそらく将来的にはですね、お尻をつけてベンチプレスやろうかな、ぜひぜひそれもチャレンジしてほしいです。というのは試合の時ですね、僕がベンチプレスの大会に出てます。その大会というのはお尻をシートにつけてないといけないっていうルールがあります。お尻は浮いちゃいけないです。このルールにのっとったベンチプレスをやろうと思った時に、上げてる最中にお尻がポンポンポンって浮いちゃったり、なんならグーって浮いちゃったりする、これもうファールになってしまうんで、せっかく上げ切ったのにダメなっちゃうんですよね。それすごくもったいないです。なんでこれは練習だったりとか、フォームでしっかりと改善できます。この方法を今回は深く掘っていきたいなと思います。まずですね、筋肉的にここ鍛えた方がいいよ、ここ鍛えた方がいいよ、こういうのも正しいですし、もちろんあるんです。こういった改善方法もあるんですけれども、じゃあお尻を浮かしたらなんで上がっていくのかなっていうところを、まずは頭でちょっと理解していただきたいなと思います。例えばですね、最初からお尻を上げてるフォーム、これに関しては可動域短くなってるんで、自分が持ってる筋肉のポテンシャル以上のものを重量上げれるっていう形になりますね。これはまた別物です。最初、要はお尻をつけた状態でフォーム取ってます。パワーフォームを組みます。この状態でまずお尻ついてる状態ですよね。で、胸につけて上げますよ。ここもまだお尻ついてるんです。みんな中間で詰まった時に急にお尻上げ始めるんです。上がっていかないからお尻上げ始めるんです。これお尻上げ始めたらなんだか上がってくるよ。これなんでお尻上げたら上がるのかっていうところなんですけれども、もちろん足に力が入って足で踏ん張れて足の出力がシャフトに伝わるからっていうのも一つの理由にあります。なんですけれども、もっと違う理由が実はあるんです。これ肘の角度です。中間で詰まりました。この時ですね、例えばこういう状態ですね、こういう状態でパワーフォーム組んで途中で詰まりました。お尻をぐーっと上げると勝手に肘の角度変わりますよね。この状態で上がる、はい、これ体の角度が変わるから肘の角度がマッチしていって押せるようになるっていう、実はこういうからくりがあります。もう一つの要因としては、先ほど言った足が踏ん張れるようになるっていうのももちろんあります。この2つなんですよね。今回は体の角度が変わって肘の角度とマッチして上がるっていうところにフォーカスを置きます。じゃあこれをどうやって改善するかという方法です。パワーフォーム、お尻をつけたフォームを組んでおきます。この状態で下ろして上げますよで中間で詰まりました。角度を変えるためにお尻を上げるではないです。肘の角度をしっかり上げれるところに持っていくために、低い重量から反復運動で練習していただくっていう形になります。例えばこのワンポイントアドバイスですぐポーンと改善されるかって、それはちょっと実はないです。なんだ時間かかるんだってがっかりした仲間の方もいると思うんですけれども、これ僕嘘はつきたくないんで本音を言わせてください。これちょっと時間かかります。でも時間かかるんですけれども、しっかりと理解して練習すれば必ずお尻浮き治りますんで、これ頑張ってください。この肘の角度ですね、肘の角度中間から詰まりました。ここからですね、お尻浮く方っていうのはシャフトの真下にまだ肘がしっかり入り込んでないです。それは上かもしれないし下かもしれないです。それ人それぞれ違います。しっかりとシャフトの芯に、ここのシャフトと肘ですね、しっかり捉えれてない状態です。こっちに逃げちゃってるのか、こっちに逃げちゃってるのか、その逃げてるのをお尻浮きで改善して、この芯を捉えたところに持っていくという形で処理しちゃってます。なんで中間に詰まりそうになるちょっと手前です。自分いつもそこで詰まってお尻浮くんだよなっていう、ほんのちょっと手前です。これは手前手前手前って思っちゃうと、ボトムのこの部分ですね、この部分で変なことになっちゃうんで違います。
中間で詰まりそうな、もう本当に1ミリぐらいの手前っていう感じですね。気持ちでいいです。この気持ち手前のところで肘をシャフトの真下に肘を入れ込むっていうのを意識的に行ってください。これは少し重くなってきてからで大丈夫です。あまりにも軽いと正直分かんないです。もうボッコだけとかシャフトだけ正直肘どこに行ったって上がるんですよね。なんでちょっと重い重量で意識していただいた方がいいです。だいたい重量的にはですね、100キロ持てる方だったら80キロぐらい、はい、マックス2個3個手前ぐらいですね。80キロぐらいからちょっとそれを意識してあげてください。もちろん自分がいつも詰まってお尻浮いちゃうよっていうところ、ここをしっかりと自分の中でインプットしてあげて、それのほんのちょっと手前です、ほんのちょっと手前にシャフトの真下に肘を入れ込んであげる、はい、こっち側の人はこっちですね、こっち側の人はこっちです。これをしっかり自分でコントロールしてやってあげるんです。これはお尻を浮かしてその位置に来ちゃったはダメなんで、しっかりとお尻を浮かしたくないなって思ってる仲間の方はそれちょっと意識してください。これ最初意識的にやるんです。意識的にやって何回もやってください。やってった中で急に突然ですね、ある時何も考えずにマックスの時それ出始めます。詰まった時にお尻浮かないでグンと入って押せるようになります。そうなるとなんだか負ける気がしないです。重い重量で詰まっても全然負ける気がしないになってきます。なんでしっかりとそこを習得していただくと、お尻を浮かせなくて自分は上がるんだっていう自信にもつながるんで、それを何回も反復運動頑張ってください、練習してください。そうなると必ずゲットできるいいアイテムになりますので、ぜひぜひトライしてみてください。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。もちろんね、肘だけの問題ではなくって、しっかりとお尻を浮かさないで出力を出すために、足の位置がこの辺がいいよ、肩甲骨がこの辺がいいよ、もうベンチプレスもう考えることいっぱいあるんですよ。体を操作しないといけないこと、体をしっかりと固定しないといけないとこいっぱいあって、本当に大変なんですけれども、これがまた面白いところでもあるんで、いろいろ研究してですね、自分なりのベンチプレス見つけてください。その自分なりのベンチプレスが見つかったら、しっかり自分の中で宝物にするんではなくて、周りの選手、周りの仲間に教えてあげてください。もちろん僕にも教えてください。コメントでですね、こんなのしたらすごい良かったよとかですね、そういったのもバンバン教えていただきたいなと思います。そして僕も試します。僕が試して何かすごいいいなと思う発見だったりとか、いいことがあればこういった動画という形でですね、もうたくさんの日本中のベンチプレス強くなりたい仲間のみんなにですね、お伝えしていきたいなとも思ってますので、皆さんもいろいろ考えて、いろいろチャレンジして、いろいろ自分のものにしてみてください。そしてみんなでベンチプレスがなまら大好きで、なまら強くなれば最高かなと思っております。はい、今回の動画以上です。もしよろしければチャンネル登録していただいて、ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間になっていただければなと思います。グッドボタンもよろしくお願いいたします。ファーストのケイタでした。はい、こちらですね、また送っていただきました、ありがとうございます。コーヒー、僕ね毎日コーヒー飲んで仕事してるんで、トレーニング前とかもねコーヒー飲んでトレーニングしたりしてるんで、本当にありがたいです。これがですね、この間僕がケータショーでお伺いした栃木県のコーヒー、手紙もつけてくれてですね、コーヒー歴45年以上のマスターが焙煎したコーヒー、45年やってるってすごいですよね。マスターね、本当にすごいなと思って、僕ベンチ高々10年まだまだ頑張らないといけないなと思いました。はい、本当にこれなんかもうコーヒー飲んでホッとするんですけれども、自粛で外に出れない中ですね、遠くの仲間の方とつながりを持てるって本当に幸せで、なんかホッとしてます。孤立したねなんか気持ちになったりとか、そういった状態の時になんか本当にね勇気づけられて、もう郵便屋さん来てねこれ受け取った時、もうなんかめちゃめちゃホッとしました。なんかすげえ安心感ありました。早速ねこちらいただこうと思います。ありがとうございます。